道明寺は、大阪府藤寺市道明寺にある神言、総王室派の寺院、天寺である。道明寺周辺は、菅原道真の祖先にあたる豪族で、のみのすくねの子孫である八蜂氏の根拠地であった。水古天皇2年、聖徳太子の発願によりにがその屋敷を、寄進して、氏寺、蜂寺寺を、蜂神社の南に建立し、やがて神宮寺となった。 当時は七道画欄や五十頭のある大規模なものであった。演技元年、太財府に祖先される道真がこの寺にいたおばの各樹にを訪ね、泣けばこそは彼も受けれ取りの音の中から、んさとの赤月もかなと読み、別れを惜しんだと伝えられる。この故事は、後に、人形浄瑠璃、歌舞伎の菅原伝授手習い館、道明寺の場にも描かれている。道真の死後、 天略元年には、道真寺時刻と伝える十一面観音像を祀って、長谷寺を道明寺と改めるが、これは道真の号である道明に由来する。この時同時に、長谷神社内に天馬宮も創建されたが、この後長谷神社は天馬宮が中心となっていった。鎌倉時代には大和国最大寺の末寺となり、永忍六年に認証によって鎌倉幕府の祈祷寺となり、 引き続いて、室町幕府の祈祷寺にもなっている。天正三年には、高谷城の戦いの陛下で、天魔宮を含む寺の大部分が消失するが、後に再興する。正徳六年には石川が反乱したため、道明寺を天魔宮境内に移転させると、道明寺本堂が天魔宮本殿のすぐ西隣に建てられるなど両者は、やがて一体化していった。 1872年神仏分離することとなり、道明寺の御坊のうち二の室が侵食化となって6月に、天馬宮は、長谷神社に改称する。翌1873年9月、道明寺はついに、天馬宮と分離し、道を隔てた西隣の現在地に移転した。境内には、当時の道の大きな礎石が残る。当時の南には五十道跡の礎石も残っている。 経代は菓子の材料として用いられる。道明寺粉は、道明寺の2が乾燥したもち米を引き粉状にしたのが始まりという。ありがとうございます。